そうですね、まあ、2戦目なんで、まあ、ここで勝つようならすごい馬だなと思ってたんですけど、コースに出て、返し馬行った時に、ね、新馬戦の時よりもまた違った全然違うような走りをしてたんで、まあ、これならいけるんじゃないかななんて思いながらゲートに入りました。道中は集団の外を追走していましたが、手の平塚はいかがでしたか。でまあ、スタートも非常に良かったですし、まあ、理想的なポジションで競馬できましたし、前に有力馬もいましたし、ね、まあ、直線までついていって最後は外出してっていうことだけ、まあ、折り合いは、ね、本当非常に簡単につく馬なんで非常にいい感じで走ってましたので、ね、あとは直線を追うだけだなという感じでした。その通り直線ぐんぐんと伸びてきました。あの時の手応えはいかがでしょう。そうですね、まあ、終始手応えが良かったわけではないんですけど、まだやっぱり体も小さいですし、まだキャリア2戦目ということで、ね、エンジンかかるまで少し若干かかりましたけども、かかってからはもうあっという間にね、他の馬抜き去ってくれたんで、いやすごい馬だなと思いながら追ってました。で勝利を確信したのはどの辺でしょうか。どの辺ですか。あの辺だ。直線仲間隊ですかね。で去年は大本命で1着、今年は3番人気で1着、去年と今年勝利の味は違いはありますでしょうか。そうですね、昨年は本当に勝たなければいけない立場でしたし、まあ、僕自身も相当な自信を持って、レースに臨んでましたけど、まあ、今回はまだキャリア2戦目ということで、ね、初戦も本当に遊びながら走ってましたし、まあ、正直、2戦目でどれぐらい良くなってるかわからない部分が多かったので、ね、ちょっと半信半疑なところはあったんですけども、本当にもう自分が思っている以上の、ね、完璧なレースをしてくれて、勝ってくれましたし、まあ、でも終わった後もなんかケロッとしてるんでね、本当にそこが見えないまで、本当に順調にいてくれればね、すごい馬になりそうなんで、それだけですね。たくさんのファンの方は今度の春こそあの馬と福永さんのコンビを桜花賞で見たいと思っているはずです。そうですね、本当に無事に、ただそれだけですね、はい。さあでは結びに、この寒い中たくさんの方応援をくれましたファンの方にメッセージをお願いします。はい、本当に、まあ、デビュー前からね期待されてた馬で、本当に将来を嘱望されてる馬で、非常に責任も感じてるんですけど、2戦目でね G1 を勝つっていう本当に能力の高いところを見せてくれましたので、来年無事にいてくれればね、もっともっと皆さんにね喜んでもらえるような活躍ができるはずなんで、僕もすごい楽しみにしてますけど、皆さんも楽しみにしててください。あと来週レイブリソール小倉行きますので見に来てください。見事に2歳牝馬 G1 を制しました福永騎手に伺いました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。